新型コロナ対策での中国人のマスクの代替品がネットで話題。内容はこちら。中国では新型コロナウイルスの影響でマスク不足が各地で発生。そのためマスクの代替品で新型コロナウイルス対策を行う中国人が話題のようです。では、内容を見てみましょう。どれも衝撃的なマスクですが、身を守ろうという危機感が伝わってきますね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。確かに漏れない素材ではある。変態仮面だな。あのおじさんですね。確かにヤバいです。次はこちら。センスの塊だろ。まあみんなある意味、センスがあるようなないような。次はこちら。どう見ても笑いを取ろうとしてるようにしか見えない。多分当事者たちは、至って真剣だと思います。最後はこちら。こんな国に勝てるわけがない。乾杯だ。何が何でも、直に空気を吸いたくないという気持ちは伝わってくる。なんか執念を感じますよね。苦肉の策といえど、日本人には真似できないですよね。結論。まあすでに日本でもマスクが買えなくなってますからね。人事ではありません。ネットではマスクが8万円以上で売られているくらいですからね。マスク不足の今、日本人も中国人のような対策はさすがに無理ですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。